はいどうもこんにちは横川ですということで今回は、えー、PTB サーバーやりながら、えー、生存者でプレイして、えー、今回のパッチノート PTB3.1.0 のパッチノートについて少しお話ししていきながらゲームしていこうかなと思っておりますはいおそらく対戦するのはフレディが来るんじゃないかなうんおっフレディっぽいですね一応そのなんだ あれ、ゲームを楽しむために、こういうので来ました。こういうパークで来ました。はい。で、今回ね、ヘドオンの修正入ってますね。うん。一個一個見ていこうと思うやけど、ヘドオンの修正が入ってまして、あの、僕ヘドオンをね、そこまで使ったことないから、このパークがどういうパークかってね、あんまり理解、理解がないので、適当なこと言えないんですけど、これ、あの、今までやったらね、あの、カラス。あ、これフレディですね。カラス。 カラスが頭の状態、頭の上についてるとき、これヘドオンね、発動できなかったんですよ。それの補足説明をパークの説明に追加しました。ってことと、えー、っと、あと二つあるんですけど、もう一つ何やったかな一つはね、なんか当たり判定に関することやったんですけど、そもそも僕そのヘドオン、あのさっきも言ったように使ったことないから、あんまりよくわかんないです。はい。 で、ヘドーンを常に使ってる方とか、まあ、愛用してる方は詳しく調べていただければいいかなというふうに思うんですけど、まあ僕みたいに、まあ、使うか使わんかわからんなぐらいの人はそこまで詳しい情報はね、追わなくてもいいと思います。はい。で、あと一つ追加された何やったかなカラスのことを言うたし、当たり判定のことを言うたし、あ、そうだ。あのー、 真っ向勝負、ヘドーンの疲労効果なんですけど、これ失敗した場合も疲労効果発生するように変更されました。はい、で、パークの調整はそんなもんかな。うん。で、まあ、今回の目玉になるやつがね、3つあります、はい。まず1つ目、バダム幼稚園。これね、バリエーション5つ増えました。正直まだやってないので、どんな感じなのか分からない。 楽しみです。で、なんかそのマップこんななりましたよっていう紹介の動画はね、おそらく出さないと思います。はい。で配信とか動画でそのマップになるたびに、まあ、皆さんと一緒にね、リアクション楽しんでいければなというふうに思っております。はい。いいね。予感いいかもね。さあ、クリス・ジェリコが私の近くでチェイスしてますけど、やばい俺の方来た 新生フレディと初チェイスでございます。発に消えたね。どっち行くあ、俺の方来てるね。チェイスやってみましょうか。はい、こんな感じで。今なんかありましたよね。眠り状態の時にあれ触ると、居眠りから解除できるみたいです。で、またあの、そのフレディの詳しいなんかリワーク内容とか、まあ、プレイ動画っていうのは、またこれとは別の動画、ないし配信でやっていこうと思うので、そちらを見ていただければというふうに思います。はい。 ちょっと話取れましたね、はいで。バダムが5つのバリエーションが新しく追加されましたよということと、あのー、またその板の感覚とかかなうん。なんかあのパレットのなんとかとか、まあなんやかんやね、詳しい変更も、詳しいっていうか、じゃあ、こした変更かなそれも入ってます。で、なんか今僕が喋ってる内容はね、ほとんどその Twitter、 えっと、DVD の日本公式 Twitter かなそこからあのパッチロンと飛べるんで気になる方はね、そこで情報を追ってもらえればなというふうに思ってます。はい。僕はなんとなくこういうふんわりね、こういうのが追加されましたよってとこだけ、えー、っと、解説しております。はい。大丈夫かなあと2つ言わなあかんねんけどで。僕なんか、前ね、ご指摘あったんですけど、喋るの集中すぎてね、ゲームも全くね、ちゃんとできてない。あかんねこれは。よし。やっていこう。 まずいゲーム展開が非常に思わしくない。とりあえず発電機まそうか。でね、今回ね、気になる人多いんちゃうかなブラッドポイントなんですけど、これがね、ちょっとだけ変更区がありました。一応、生存者と殺人鬼、二つね、あのどっちも変更入ってるねんけど、まあ、キラーの方から変更点少ないか見ていきましょうか。キラーがね、新しい要素が追加されました。えっとね、 それは何かと、なんだこれ。何今の音。それは何かと言いますと、キラーが、生存者がね、フック壊してるとか、トーテム壊してるとか、あと、えジグソーボックスですね、ピッグ。あれをやってるとき、その3つかな一応書いてやったの、その3つです。フック壊してるとき、トーテム触ってるとき、ジグソーボックスで作業してるとき。この3つをしてる生存者をキャッチすると、 追加ボーナスがもらえるみたいですちょっとねあまりにも限定的すぎるシチュエーションなのでまあそんなにこの恩恵をね大きく受けるってことはなさそうなんですけどまあとにかくその3つが追加されましたキラーの変更点は以上ですうんで生存者はね9つ9個変更点加わりました9つのうち、えー、と8つですね8個これ全部バフです やってみようか。あ、できないな。なんであれあ、これできないんだ、俺。あれ夢の中だとこれ触れるんじゃなかったっけあら。できないっすね。なんでだろう。まあ、それはね、さておき。おー、フレディ飛んできたぞこれが新しく追加されたドリームプロジェクションやったっけな。発電機に飛ぶっていう能力です。ちょっと脱線しましたね。うん。で、BP のことなんですけど、えー、っとね、これね、 うーん皆さんがね、ちょっとこう気になるところはやっぱ一つじゃないかな。脱出ポイント。これ以前までやったらね、5000もらってたと思うんですけど、5000から4000に変更されました。うん。で、これ以外は全部バグなんですよ、実は。トーテム壊したりとか、その生存者治療したりとか、目くらましとか、いろいろマップ偵察とかね。あとハッチから脱出とか。基本的に全部バグされてるんですけど、ハッチから脱出する。これ一番関係ありますよね。 これが5000から4000にナーフされました。うーん、正直ね、バフのポイントの方が、まあ、変更点の方が多いのですけど、まあ、日本語おかしかったな。多いんやけど、その脱出した時のポイントが5000から4000。ここがね、みんなどう評価してるんやろう。ここ一番大事やと思うねんけどな。踏んでみましょうか、これ。えい。わおびっくりしたは 気持ち悪い。なこれ。なこれ。あ、そういやね、フレディの動画でまた言おうと思ってたんですけど、僕があれ踏むとね、フレディに通知が言ってるみたい。お、回復しましょうか。よし、いい方で回復しよう。てな感じで、ブラッドポイントの変更点がありましたよと。で、多分テロップも出してると思うので、それでもね、もう少し気になるって方は、えー、っと、ツイッターでね、確認してもらえばというふうに。お、ありがとう。 ピンちゃん。オッケー、サンキュー。てな感じで、あ、1個、これだけ言っとこうかな。左下見てもらったら、僕今、PP って名前でやってるんだけど、一番左端かな。こんな感じで、これね、今回から60秒で勝手に眠りに落ちるっぽいですね。こういう仕様になってるみたい。うん。てな感じで、BP のことも言うたし、マップのことも言うた。あと1個はフレディのことですね。で、バグの修正ね、こまごましたんいっぱい入ってるけど、それはね、 あんま僕、なんか今回はなかったな。うん。気になるところが。うん。なんかこんな爆があった。あんな爆があった。それ治ってるんかなって気になる人は、またね、え、パッチノート、見てください。これ発電機固まってんのかなちょっと俺もゲームにしっかり参加しようか。クレ様クレ様いいね。あ、そうか。俺にも音が出るんか。なんか水たまり踏んだら音出るっぽいね。 ここ回すかお夢落ちたそういや気になってたんやけどさ <coughs> 夢落ちの時ってさなんかデメリットあるんかないまいちその辺よく分かってないねんけどでさっきもフレディのね話ちょこちょこしたんやけどフレディねあの水たまりとえっとね発電機飛べるようになりました え、公式のパッチノートに書いてあったんは、その2つかな多分だから目玉として取り上げられてんのはその2つかな発電機に飛べるよーっていうのと、水玉に出せるよーってやつ。で発電機は <laughs>、飛ぶ時になんかフレディの抜け殻みたいなのが出てくるんですよ。ほんで、その合図と共に飛んでくるみたい。ただし、クラッシュ写真というパークがあるんですけど、そのパークを使うと、抜け殻が確か出ないんだっけなんかそんな効果があったような気がします。 いやーもう早くね、フレディのリーワーク動画撮りたいてな感じでね、あのー、まあもうすぐゲームがもう喋ってたら終盤を迎えるとこなんですけど、いや俺、マジ何もしないな。これまたちょっとコメントに怒られそうやな。危ない,いやびっくりしたーフレさんのなんか、新音範囲がちょっと変更されたんかなあ、開いたー 今、味方、救助できるかな僕ね、なんか今回、なんかそんな大した遅延パーク持ってきてないから、遅延じゃない、救助か。いや、でも俺、なんしてないから、最後ぐらい頑張るか。俺、フレ様見えてるんかなもう、ナイス、救助。俺、ストライクあるから、一回だけ我慢できるな。夢おじ中の回復ってどんな感じなんやろなんか、フレ様の信用範囲ね、結構、なんか、あのー、細かく書いてあったんですけど、 あんまり僕使用分かってへんのよな今んとこみーちゃんまた会いましたねあそうだなんかねゲート通電後でもねんかねんかって何やこれゲート通電後の回復確かこれももらえる BP ちょっと増えてたような気がしたなうん呪いのトーテムさ壊すとね前までやった600あごめん呪いは1000だ 呪いは1000で呪われてないやつが確か600やったんやけどそれのポイントもね呪われてないやつが600から1000かな <laughs> で呪いが1000から1500これトーテム争い起きそうですねうん <laughs> まあちょっとキラー好きな僕からしたらねちょっとまあそれは勝手な知恵になってくれて美味しいんですけどちょっとまあゲス顔なんですけどもはいということで今回の動画はこんな感じで PTB パチノートね3.1.0を見ていきました ということで、最後までご視聴ありがとうございました。フェリーさん。バイバイ。泣いたー。なんや、その急なハイズリ。